はい、じゃあ流し始めたんで。流しました、多分。じゃあ、自己紹介どうぞ。皆様、ニートウイズでも男でも、暇だったら味噌汁を作る助かりな、あいたうです。いや、悲しい。何回か聞いた。何回も言った。何回か聞いたんだよな。まあね、そう、僕、自己紹介ないんでねっていうくらいを。お、やりましたね。そ一回。う。一回やって、一回やって、今に至る。で、そうで、解説もしてて、で、ここで、多分今、ポチポチして、なんだろう、ピアノロールを打ってるんだけど、これが、キーボードを弾きながらコード進行を打ってますよっていうくだりまでやったような気がする。なるほど、やった。その解説と画面が一致してて感動してる、たぶん。あ、よかった。申し訳ない。で、その実際にコード進行を打ってて、音聞こえないのに、自分がこうキーボード弾いてて、俺何やってるんだろうっていう気持ちなになっるほてど。るっていうの。そうなるなんほですよど。ね。わかんないんだよな。こんな音なってたんだっていう。ああ、今聞そっいて。か。多分出だしの5秒聞いてるんで。あ、確かに。だから、ここら辺はわかるんですよ。すごい。で、まあ、で、こんな感じのコード進行を作って、で、まあ、ちょっとなんか、今なんだろう、なんかそのサウンドグッダイザーっていう、音を良くするっていうまんまのプラグインさせて、ちょっと音を良くしたっていうだけっなす。るほど。なんか、で、英語がた僕、くさん並んでる。頭が良さそう。これ、サンプルパックっていうか、なんかドラムの音とかのループがたくさん入ってる、やつがすごい入ってて、本当だ。これも、すごい。そう、音聞こえないから、ここの波形だけ見て、これかな、みたいな。ああ、なるほど。フィーリングで。フィーリングです。フィーリングで。そう。で、わかんない。何？こういう時困るんだよな。キーボード弾いてる時は、手癖で、いつも弾いてるやつを弾けば、まあなんかなんだけど、オーディオファイル使う時が一番わからんくて。この音なんだ？俺は英語を解読しながら。ループスのトップだから、多分、キック、ドラムのキックは入ってないんだろうなって思いながら、選んでる。なるほど。で、多分、これは、多分狙った音出してたと思うんだけど、多分次に、多分もう一個ぐらい、ドラム隊のサンプルを突っ込むんですよ。で、突っ込むんですけど、多分どれだろう。もたもたしてるな。おお。ここら辺かな、言えたかな。そう、多分どっかで、ハイハットの音を、俺は入れた気分になってて、なるほど。この波形多分ハイハットだろうみたいなのを、入れた気になってたんですけど、多分入ってなかったっていう。なるほど。いやー、出だしまあまあまあ。の5秒と最後の5秒しか聞いてないけど、めちゃくちゃいい曲ですよ。出だしだけ？出だしの5秒しかほとんど聞いてないけど、ちゃんと。出だしだけ、出だしで心掴んで、
上げて、ハードル上げて、聞いてるうちに、あ、こんな音か。めっちゃ進んだな。すごい。めっちゃ進んだんですよ。結構。そう、多分、スイープアップっていう、こう、シューって上がっていく音と、うん、あと多分ドラム足しちゃうんですよね。うん、キックとスニアかな。で、多分。で、多分、一気にサビができた。すごい魔法じゃん。そう。っていうのを作って、うんうん、で、それができたから、多分、いきなりサビができたんですけど。うんうんうん。なんか、いきなりサビできてるな。怖いな。あ、これ多分、あれっす。ここのテレレテレテレレっていうフィルインを作ろうとしてたんですけど、うん、音がわからなすぎて、うんうんうん、で、あとなんだろう、あ、で、これがサビが終わった後の次の A メロというかブレイクスというかを作ってるんですけど、うんうんうん、ここがマジでわけわかんなくて、これピアノロールでってるんですけど、これ音聞こえないから、あ、そっか。多分ぐちゃぐちゃになってるんだよ。こんな音だったんだ、真ん中。でもマジでぐちゃぐちゃになってるんだよ。あ、すごい。では、なんか、これ、聞いてもわかんないように、音聞こうとしてるから。音鳴ってないからわかんないはずなのに。フィーリングで。どれかなーっつって。違うなーみたいな。わかんないのに。ではこれ、多分ではこれにして。うんうん。なんかできそう。曲が。これが多分唯一のメロディーなんですよ。うん、あ、ここはもらったやつで聞けたんですよ。あれで録音するときに事前にここだけ音程暗記したんですよ。そう。このメロディー作って、俺これ以上メロディー作れねえわって思って読んだ。これを使いますっていう。なるほど。って感じかな。で、最後、フェードアウトして。うんうん。え、最後、フェードアウト？そう、なんか最後、こう、最後、なんか、下にこう、ラインが入ってると思うんですけど、あれ、マスターの音量を下げる。なるほど。あれなんで、最後、フェードアウトしてる。うんうんうん。っていう感じかな。あ、始まった。あ、始まった。宣伝しようかなと思って。ということで、今から録音していこうと思うんですが、まあ、ちゃんとね、トラック音しか聞いてないよっていうのを示すために、今からは。オーダーシティなのめっちゃ恥ずかしい。さっきのすごいソフトを見た後に。ちゃんと動画で喋ってくれてるから解説いらなくね。確かにちゃんとそうだよ、喋ってるか偉い。え、今多分いらない。いらない。俺の声いらないかもしれない。なんで。ねえ、めっちゃ恥ずかしい。だって静かにしたくない。これ聞こえ、聞こえないんですよ、この。あ、自分が何を歌ってるか。そう。可愛い声が出せないっていう。じゃあもう一回。可愛い声で撮っていこうと思います。可愛いフューチャーベースを、はいはいはい、なんかあまりピンとこなくって、録音する前日の夜に永遠に YouTube ですごい探して聞いたんですよ。あ、はい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 。未知の世界だった。未知の世界だった。
それを、それを、あの、次の日に速攻で歌う。そう。自分、何歌ってるか。学んだものを、イメージして、で、最初に事前にもらった、トラックノートとかを、聞いた上で、いろいろ考えて、これを、撮ってるんだけど、いやー、難しい。自分の音声、いやでもこんな感じだったんだ。歌は分かんないかな。いやーしんどい。聞いてきます。でも音程悪くなさそうじゃないですか。あーいやー、初めて本当に作詞したのと音程が聞けないし、なんか音源も聞けないしっていう状況で撮るのがめちゃくちゃ難しかった。本当に。あー確かに、うん、いやでもまあまあ、さっき鳴ってた音と多分なんか歌ってる時の音程がそんなに飛んでなかったから、うんうんうん、音程的には大丈夫なんかなっていう。なるほど。イメージです。じゃあ、あとは歌ってるところと実際の展開が合ってたらいいんだけど、うんうん、結構ですね。ちゃんと聞きつつ真面目に録音していこうと思います。じゃあもう一回撮ります。何回目の録音だこれ。めっちゃしんどいなこれ。モノクロの突然現れたいろんなカラー。いいのではこれは。いいのでは。よくないよって言いたい。今ここで今自分によくないよって言ってあげたい。自分の声聞いてる感じ。いいのではですよ。自分の声聞こえないと本当に、なんかいつも曲に合わせていろんな声質で歌ってみて、でどの声質が合うかなっていうのを決めて録音してるんですよ。でもこれ聞けないから声質合わせられないっていう。なるほど。あ、なるほど。そういうのあるんだ。そういう。ただそこでどうしようかなってなった。ああ、どういう声で歌えばいいんだろう。そう。声不安定っていう。でもそう。あって今の発言さ、あ、タイミング間違ってたらさ、後でめちゃくちゃ笑われるってことでしょ。こんな、なんかここの部分でタイミングは合ってる自信がありますって言ったのに、めちゃくちゃタイミングずれてるんだけど、くさーって笑われるんでしょ。いやー、どうしても恥ずかしい。かもしれん。かもしれん。絶対笑われる。これはあるな。なんか、さっきのところ聞いた後に、今のところ真ん中の方なんですよ。なんか、あー待って、舞さんからダメですねって返事ですけど、今知った。ピューンピューンピューン。いやこれ本当に、これ本当にひどすぎる。大丈夫かな。めっちゃ不安マジで。どうしよう。オーダーしての使い方を見て。いやまあ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 、撮ってるだけなんで、ここまだ大丈夫です。あー、不安が。間違えた。動画編集の使い方、動画編集の使い方しちゃった。はいはいはい。え、これどんぐらい時間かかったんですか？これは、多分、2、3時間。いや、結構。それくらいずっと、でも歌詞とか考えてるところとかも含めたらもっと時間かかってます。あー確かに、うん、確かにそうだ。音程もあるし、音程もわかんないっていう。普通はそのこっちでメロディー作って、うん、なんかメロディーに合わせて作詞してもらったりして、うんうん、でそれを投げて歌ってもらうんですけど、メロディーない状態です。ない状態って本当にめっちゃ難しくて、バックコーラスだけ投げて自由に歌ってください。大丈夫、あなたは振り向いてくれ
ここめっちゃタイミング難しいなって聞いてないから。でも大丈夫かな。ダメな気がする。ここら辺で終わりにしようと思います。あとはこれをいい感じに納品します。以上、フラターでございました。バイバーイ。これ気づいたんですよ、ちゃんと。あの歌詞を後から、はい、あの眺めてるときに、はいはい、よしじゃあ、そう、言ってないって言ってないって思って、これ多分ダメだって思って、なんか、そうなんだ、歌詞を確認して言ってない気がするって思ったときに、なんか、はいはい、そのまま投げるよりなんか言ってたとしてもあれかなって思って、録音をもう一回して、ここを言うよって言った、歌った記憶がないっていう気づいて気づいて、でもう一回録音し直した方が成功する気がするって思って、もう一回これ回して全部やり直したんですか。いや全部じゃなくて最後のところだけ、あーなるほど、歌い直したんですよ。めっちゃ時間かかりました。こっち音聞けないからな、わかんない。あの多分直して気づいたのよかったんですけど、うんうんうん、俺も多分間違ってることにも気づかない。そうあれ、そう、あのいつもあのピッチ調整するんですけど、うんうんうん、あのあるソフトウェアを使って調整っていうことしようがないですよね。あの中地さんとちょっと話してたんですけど、うんうん、あのピッチ調整これ間違えたら音程外すよねってなって、確かにってなって諦めました。あーなるほど。なんでもう大したことやってなくて、でもうあの投げられたボーカルの音声をそのままつけて、うんうんうん、そう、あのそのまま投げて、多分音量だけ見た目調整したんだな。なるほど。音量調整して、うんうん、コンプで潰してこうやったんかな、多分。あってこれハケ？そうで、なんかあのわかんないんで、うん、あのだいたいいつもこんなもんだよなみたいな。うんうんうん。でもこれあれなんですよね、あの人によって調整違うから。あーそっか。そうあのどういう声で歌ってくるのかなっていうところを聞かないとわかんないから、多分超外れてる説あるな、うんうん、あーなるほど。めっちゃ、いやーきついですね、やっぱ。でもわかんない、そういうこと。ここはもう本当にわかんなくて、もうどうしようみたいな。あーどうなってんだろう。これ、これ、え、これちょっとまずくね？なんかあの、パターン5って書いてるじゃないですか。うんうんうん。あの、パターン5って書いてあるところが、多分サビなんですよ。なるほど。え？ダメじゃん！って。超ダメじゃん！なんか。ってことは、ボーカルが、サビで、多分サビで、あの、1回目のサビでボーカル歌ってて、2回目のサビで黙ってるっていう。マジか。本当だ、2回目のサビ綺麗に黙ってる、すごい。そうそうなんですね、2回目のサビだけ綺麗に黙ってて、ここで歌い始めてようやく。いや、そうで多分ブレイクで歌って、サビ2で黙って、で、ここ、曲の終わりなんですけど。え、待って。曲の終わりで歌っとる。歌っとる。フェードアウト。これやばい。これやばいな。とんでもないもん出来上がった。それで、そう。これで、そう、
え、これ多分歌ってるとこ絶対ここじゃないよなって思ったんですよ、曲の最後だから。うんうんうん。でも何を歌ってるか分かんないから、このボーカルをどこに入れればいいのか分かんなくて、うんうん、そのままにしちゃう。なるほど。音って大事ですね。そうなんですよ、ね、実際にバック作ってるときは、うんうん、まあなんとかならなくもなかったんですけど、うんうん、ここやばいな、やばい、いやフェードアウト面白すぎる、ちょっと歌ってるのにフェードアウトしていくの歌い終わりだけ歌う人みたいな一番盛り上がるところで黙っちゃうって。めっちゃ面白い。いやいや。しかも何がおもろいって一回目歌ってるんですよ。うんうん。ここ歌ってて、そう二回目黙るんだよ。え、二回目黙んの？多分これ。やって、そう。え、なんかあれですね、なんかしっかり企画の沼にはまった感じしますね。え、なんかどんどん崩れてって最後終わったりなるほど。めっちゃここら辺も多分ギターの音がそもそもずれてるんですけど、そういう問題じゃなかった、逆に。ボーカルがひどい、タイミングがひどすぎる。これも多分音聞けたら、ボーカルファイルこう移動、位置移動させれば直るんで。あー確かに、別に良かったんですけど、いや音聞けない弊害が出てる。確かに。お、完成したやつ。まだ聞けるわ。まだここ聞けますね。まだ聞けます。で、まあ、ビルドアップして、うんうん、ここサビなんですよね。まあそうですねでも音なしで作った割には声良くないですか。ああ、え、なんか、いやー、でもなんか音聞いてたらもっといいのできたなっていうのを考えると気持ちがしんどくなるでもこれ音が音あって、音あって作るじゃないですか、はい、普通は。で、うん、これ音なしのクオリティでそこまでいっちゃったら、なんか音聞く意味なくなっちゃうから。あ、確かに。なんか逆に、いや、ここ黙るいや、でもあるかもしれないですね、こういうの。逆に、逆にそう、2回目のサビ黙ってサビ終わったタイミングで歌い始めるここじゃあ、こう歌い終わりで、さっき面白かったのが、うん、歌い終わりの波形が結構大きかったんですよ。多分歌い終わり、多分力入れて歌ってるんだろうなって。ああ、歌い終わりなのに、一番歌い終わりなのに多分ここ一番盛り上げるために歌ったんだろうなって。ちょっとそう思って歌ったところはあるなんだよな、いやー、わっていう感じでした。はい、なるほど。まあでも面白いけど聞けなくはないみたいなまあまあまあ、 あ、最後が山でした。最後山でしたね、すごい。いやー、まあ、これリベンジしたいな。そうですね、リベンジしたいですね。まあ、最後が
あの、まあ、やば、グダグダになってしまったよっていう感じでしたね。はい。そうですね。まあ、っていう感じで。って感じで。あの、締めの挨拶があります。締めの挨拶はいつもお伝うって言ってるんですけど。じゃあ、それで、それにしましょう。いいですか？それで。はい。それで締めましょう。はい。じゃあ、はい。見てくれてありがとうございました。お伝うー。